ポデローサはアパッチライセンスで開発、公開しているタブ型リモートログオンクライアントで、ポデローサターミナルは同一の作者が開発している優勝のソフトウェア。ポデローサは SSH テルネットシグウィン、サービスフォーユニックスシリアルの各通信プロトコルに対応し、ネットフレームワークがインストールされた Windows で使用できる。ポデローサターミナルは MacOS でも使用可能。 以前は、ベラタームというシェアウェアであったが、後に、減少のポデローサとして、オープンプロジェクトとしての開発方針に変更された。そして、情報処理推進機構により、2005年度下期の、ミッドソフトウェア創造事業に採択された。2016年、描画エンジンのオープングル化や Windows 以外の、プラットフォームでの稼働も視野に入れた形で、商用製品としてリニューアルした。 バージョン 3X 以前と 4X では大きく異なり、開発ブランチが分かれている。バージョン 3X 以前は、ネットフレームワーク1.1環境で動作する。今後におけるバージョンアップの予定はない。バージョン4.0から4.3は、ネットフレームワーク2.0環境で動作する。これまで統合されていたコンポーネントが別パッケージになっており、 SSH ポートフォワーディングツールなどは別途ダウンロードする必要がある。端末ソフトのプロセス一つで複数のシェルウィンドウを取り扱えるようになった。リリーシズ・パドロッセプロジェクトポデローサ情報処理推進機構2005年度下期、未踏ソフト採択概要10から2岡島2015年5月23日閲覧ラガルトテクノロジーポデローサの概要 2015年5月23日閲覧。ネット 1.1SP1 環境では動作が不安定であるので、ネット1.1環境を用意する必要がある。ありがとうございます。